今回は四間飛車の将棋をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。四間飛車。端歩をついて様子を見ておきます。相手が穴熊やミレニアムだったら、こちらは穴熊にする予定で指していきます。相手は船囲いでした。こちらは1六歩とついている関係で美濃にしておきます。6四歩に対しては玉頭銀が有力な対策ですね。玉頭銀。スルスルと銀が出ていって、船囲いの急所である2三の地点を狙います。こちらとしては3四に銀がいますが、銀1枚では攻めになりません。なので香車を手に入れて2六に打ちたいですね。なので9七香と上がって、次に9八飛車から香車の交換を狙いに行きます。こうなればこちらとしては作戦成功ですね。飛車交換になれば玉の堅さに差があります。この手が9四の香車取りと同時に、次に2三銀成同玉4一飛車成の寄せを狙っています。なので相手は受けるしかありません。この手が次に2六香の先手となっています。順調な攻めが続いていますね。この局面はこちらの玉は鉄壁なので、7五歩からと金を作りに行きます。2五に銀を引いてしまうと、3三桂から2筋をどんどん攻められてしまって失敗です。なので2三銀成と銀を捨てるのがいいと思います。相手玉が不安定になるのが大きいですね。この6五歩に対して桂馬を取ってしまうと、9四の竜を捕らえて失敗です。なので一回竜を逃げておく必要がありますね。こちらの美濃囲いが鉄壁なので、このような遅い攻めでも十分間に合います。銀損を回収できれば、結果として桂得が残るので、玉の硬さの差もあって、こちらが優勢を拡大していると思います。と金の攻めは受からないので、相手は攻め合いに来ました。こちらとしてはこの辺りで受け間違えなければ勝ちだと思います。
相手の持ち駒は金1枚なので、おそらくこちらの玉は寄らないですね。この手が角金両取りで決め手となりそうです。よくぞやった。今回は四間飛車対急戦の将棋をご紹介しました。玉頭銀と9八飛車から端を攻める構想は非常に組み合わせがいいので、参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。